どうも六道聖だ。本日はよろしく頼むぞ。リエリーボイスを聞きまくって何とか似せようとしているらしいが、ホムドレがもうしんどってなってこの声にしたらしいぞ。まあ似ているといえば似てるし、似てないといえば似てない。高橋リエの音声合成ソフトでも発売してくれないかと思っているぞ。お客さんか。どうぞ入ってくれ。どうも友沢だ。まあ今日はバイト代も出るってことだし、よろしくな。友沢さんは確か斉藤相馬さんの声だったよな。聞くほど似てなくてビビるぞ。まあそれはしょうがないさ。なんせ俺に似てる声が入ってないし、いろいろ設定いじっても全然似てないからな。似てるのはちょいクールな部分だけだ。まあいいや。それで今回の相談は何だ？今回の相談は2005年オリックスバファローズの査定を紹介してほしい。その時に選手がどんな活躍をしたのかも同時に教えてくれ。了解だ。それじゃあやっていくぞ。開始だ。それではこれから2005年オリックスバファローズの査定を紹介させていただく。まずは2005年のオリックスについて簡単に紹介させていただくぞ。オリックスの順位は4位。62勝70敗4分。勝率4割7分。この年のオリックスバファローズは、大阪近鉄バファローズを九州合併したことにより、オリックスブルーウェーブから愛称が変更されて1年目のシーズンであり、仰木彬が2001年以来、4年ぶりに1シーズンだけ監督を務めたシーズン。キャッチフレーズは Believe Go Together 2005。3年連続最下位のチームは近鉄との合併により球団名をオリックスバファローズに変更したが、ユニフォームはオリックスの青と黄色が継承され、ロゴも変更。新ユニフォームをめぐっては近鉄ファン等から阪急とオリックスの歴史が尊重され、近鉄の歴史がないがしろにされていると批判が出たことから、水牛モチーフの大阪ドーム専用が登場し、新ユニフォームは神戸や東京ドーム等での主催試合用となったぞ。両球団で指揮経験のある仰木新監督のもと、チームは前年優勝の西武が出遅れたこともあり、4月は13勝15敗とまずまずのスタートを切り、一度は3位に浮上するも、8月に9勝13敗で負け越して西武に抜かれ、日本ハムが追い上げるものの4位でシーズンを終了するが、ロッテやソフトバンクのマッチレースに割って入ることはできなかった。対戦成績は上位のロッテやソフトバンクに相性が悪く、西武に11勝9敗と勝ち越すのがやっとだったそうだ。そういえば近鉄と合併したのか。ってなんで近鉄ってなくなったんだっけ？シンプルに近鉄グループの経営難だったという理由だ。近鉄はバブルとリゾート法に乗せられ、島のスペイン村などを開発したのだが、バブル崩壊後に裏目に出て近鉄本体経営危機にさらされて、外資に安く買い叩かれてしまった。また大阪ドームも利益をもたらさず、選手の年俸もだんだん高くなってきた。つまり仕方ないことなんだ。バブル崩壊の影響もめちゃくちゃあっただろうな。というかほとんどバブル崩壊の影響じゃないのこれ。まあバカ高い大阪ドームの点取量も意味わからなかったしな。完全に球団経営を見誤ってしまったという感じだな。ということでこれから選手の査定とその当時の活躍を紹介させていただく。データはパワプロ12決定版2005年シーズン終了時データでやらせていただく。今回もスタメンベースさんのサイトから23名の選手を紹介させていただくので、よろしく頼むぞ。まずはジェレミー・パウエル選手。28登板14勝12敗、防 3.51 を記録、球速150キロ、コンビ、スタ A でカーブ、スライダー、チェンジアップという優秀な能力だ。2004年のプロ野球球団合併問題によって、分配ドラフトでオリックスバファローズへ移籍、監督の勧めで登録名をジェレミー・パウエルに変更するぞ。開幕前には川越秀隆、ケビン・バーンと共に先発3本柱として期待され、チーム唯一の規定投球回到達投手かつチーム最多の14勝を挙げたぞ。また同年から始まったセパ交流戦では、5月11日の対読売ジャイアンツ戦で交流戦における投手第1号本塁打を内海哲也から放った。シーズンオフに残留交渉が難航し、12月2日に自由契約となり、2005年12月15日読売ジャイアンツへの入団が発表されたな。まあこれだけの結果を残していればどのチームでも彼を欲しがるでしょう。続いて川越秀隆選手。成績は24登板6勝8敗防 3.66 を記録、150キロありコンスタビー、カットボールとフォーク、タイランナー2という最悪の特殊能力がくっついているな。タイランナー2はきついね。ランナーいるだけで能力下がるとか鬼畜すぎる。2005年は背番号を11に変更して開幕投手を務め、6勝ながら5年ぶりの防御率3点台を記録。4年前は6点台、3年前から1年前までは4点台となっているぞ。徐々に成績が良くなっているから良かったよ。そういうのもあって結構いい査定してもらったのかもね。続いて三原明宏。
成績は17登板7勝4敗 55.12 を記録。球速149キロ、コンシースタビースライダーカットボールフォークという能力、大量の赤特殊能力とカチューン牽制の特殊能力がついているな。スロースターターはきついな。打たれ強さと左打者はまあありかな。新人ながら7勝を挙げ、7月13日の楽天戦でプロ初完投初完封を記録。チームのプレーオフ進出争いに貢献したが、シーズン後半は右肩痛に見舞われて戦線離脱したぞ。マジか、惜しいな。せっかくここまで結果を残せたのに怪我っていうのは本当に怖いな。続いてケビン、成績は22登板4勝13敗防御点69を記録。球速153キロ、コントロール G、 スタミナ D で牽制を持っているぞ。ただしスロースターターと死球が存在している。2005年は川越秀隆、ジェレミー・パウエルと共に先発の一角として期待された。春先は好投しても打線の援護に恵まれないケースが先行し、次第に投球内容も悪化。この年は強力打線のソフトバンク戦で防御率 0.51 を記録するも、通年では22試合で4勝13敗1ホールド、防御率 4.69 で規定投球回も満たせずに不調で終わってしまい、シーズンオフに解雇されることになったぞ。その後千葉ロッテマリーンズに移籍、ロッテとの契約がこじれオリックス入りしたダンセラフィニと入れ替わる形となったぞ。ちなみにロッテで登録名をバーンにしたな。監督が登録名をいじったんだよな。ジェレミー・パウエルもそうだったし。続いて吉井正人、成績は15登板6勝5敗防御点03を記録。144キロ、コンビスタシーで回復と軽い球の特殊能力が存在している。2005年2月にオリックスのキャンプにテスト参加し、監督から高評価を経て再入団。先発を任されると2年ぶりに勝ち投手になると負けなしの6連勝を果たしたが、8月13日のロッテ14回戦雷の鳴る試合で2回持たずに5失点でノックアウトされ敗戦投手となったぞ。翌年から先発ローテーションの一角として活躍し、なんとか再出発を果たすことに成功したな。なるほど、2004年戦力外通告を受けてしまったのか。ということを考えると必死だっただろうな。テスト入団の結果が悪ければそれで終了。本当に必死だったと思うぞ。続いて萩原潤、成績は49登板3勝2敗1セーブ防 3.89 を記録。球速153キロ、コンディスタイスライダーにフォーク回復一発死球。2004年オフの球団合併選手分配ドラフトによってオリックスバファローズに残留することが決まり、合併球団1年目の2005年シーズンは中継ぎだけでなく中1日で先発したり、8回から延長12回まで1人で投げ抜くなどフル稼働し、新たにカーブを習得して49試合に登板して3勝2敗1セーブ防御率 3.89 という好成績を挙げたぞ。ちなみにパワプロではカーブを覚えてないので、まあそのドンマイといったところだ。なんてこった、好成績の理由であるカーブがないなんて。まあよくあることだ、球種が少ないことはな。ダルビッシュ選手も球種少ないしな。続いて和樹亮太、成績は47登板3勝1敗防 2.36 を記録。球速144キロ、コンビスタディ3方向の変化球はあるのだが特殊能力はなしだ。2005年は球団合併に伴う分配ドラフトを経てオリックスバファローズに移籍。開幕時は2軍だったが、5月に1軍昇格すると5月14日の対広島戦でプロ初勝利。以後中継ぎの一角として右打者の内角を攻めるシュートを武器に、奪三振は少ないが打たせて取る投球で、前半戦は防御率1点台をキープする安定感を見せたぞ。シーズン成績は47試合に登板して防御率 2.36 と阪神タイガースの JFK に倣って KKO と命名された菊原剛、加藤大輔、大久保正信らに次ぐ好成績を収めたぞ。 JFK の他にそんなのあったんだな。その他の選手は以降紹介することになるのかな。ああ、連続で紹介するからしっかり聞いておくんだぞ。続いて菊原剛、成績は71登板3勝1敗1セーブ防 1.38 を記録。最優秀中継ぎ投手になったな。球速149キロ、コンシースタミナ横方向の変化球を持っており、対ピンチ逃げ球回復と優秀な特殊能力を持っているな。 KKO と称された中継ぎ陣を形成し、右の加藤左の菊池原でリーグトップの71試合に登板33ホールド防御率 1.38 の好成績を挙げ、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得したぞ。
2005年オリックス在籍時点で新人選手や新外国人選手を除いた日本人選手の中では近鉄以外の球団から移籍してきた唯一の選手だ。もともとはカープだったが、山崎浩二、上村和弘との交換トレードで移籍したんだよな。移籍して1年目でこれだけの結果を残せるのは半端じゃないぜ。オリックスに来て一気に覚醒した選手だな。カープ時代の成績を見ると一目瞭然だ。続いて加藤大輔、成績は60登板6勝3敗2セーブ、防.276を記録。156キロの直球にナックルカーブという一球種のみの珍しい投手。タイランナーを持っているのが気になるところだな。なんかタイランナー持ち多くないか。春季キャンプで行われた紅白戦で MVP に選ばれて仰木彬監督が横峯ファミリーと親交があったことから横峯さくらと1日デート券が贈られ、全8試合の宮古島杯でも MVP に選ばれ宮古牛1頭を獲得したぞ。シーズンに入ると萩原潤、和樹亮太、加藤達夫、菊原剛、大久保正信らと強力リリーフ陣を形成。左の菊池、右の加藤というダブルセットアッパー体制で60試合に登板し、チーム内では菊池原に次ぐ2位、リーグ4位の23ホールド、同3位の29ホールドポイント、防御率 2.76 を記録したぞ。なんかこの人のエピソードだけおかしくね。なんでプロゴルファーとデート券とかもらってんだよ。まあいいんじゃないか。ほら、牛1頭獲得したし。いや、牛1頭はいいんだよ。問題はデートの方。続いて大久保克信、成績は39登板2勝2敗22セーブ防.160を記録。球速150キロ、コントロール B、 スタミナ E、 スライダー、フォーク、逃げ球回復などいくつか特殊能力を持っていますね。シーズン当初抑えを任された山口和男が開幕から不調のためシーズン途中に一軍昇格して抑えを務め、 KKO と称され安定したリリーフ陣を形成。同年は11球団全てからセーブを上げ、22セーブでセーブ成功率 100%、 防御率 1.60、 被本塁打1本の成績を残した。確かにこれを聞くと KKO というのは納得だな。 JFK と KKO、 この時代のプロ野球投手戦だったのか。セリーグは三浦が1位で2.5に、パリーグは1位から5位まで2点台という感じだ。決して投手戦というわけではないが、パリーグが一つ抜けているな。結構差があるんだね。ということでここから打者の成績を見ていくぞ。まずは日高剛、成績は打率2割1分7厘1本、31打点を記録。打撃能力は低く、肩力と守備力は若干高め、特殊能力はないといった感じだな。開幕戦で6回表に松坂大輔からチーム初安打となる2塁打を放ち、オリックスバファローズとしての初安打を記録。ライバルとして旧大阪近鉄バファローズより的山哲也が移籍してきたが正捕手は譲らず、強力になったリリーフ陣を引っ張り守備面での信頼を回復したぞ。こちらは分配ドラフトでオリックスと契約した選手、正捕手としてチームを支えたな。捕手の査定は厳しいからね。正捕手といえど守備 B という査定をつけられるのはよほどのことがない限りないな。続いて北川博俊選手、成績は打率2割5分9厘16本、67打点を記録。ミート E、パワー B でその他の特殊能力はチャンス、粘り打ちといった感じだ。5番一塁手として開幕スタメンに名を連ね、第2戦の対西武戦では7回表にオリックスバファローズ第1号本塁打となる3点本塁打を長田修一郎から放った。チームの主軸、ムードメーカーとしての期待に応え、成績は前年に比べて打率こそ落ち込んだものの、チームトップの打点を記録するなど主軸としての活躍を見せたぞ。ムードメーカーか。やっぱり公式スタッフも分かってるみたいだな。選手をしっかり見ているところにプロ野球愛を感じるな。続いて平野圭一、成績は打率2割8分5厘3本、33打点を記録。ミートは平均的で走力と守備力は高めだな。ただしエラー回避 G だからセカンドで使えるかというといまいち。補給低い二遊間は勘弁してほしいな。大阪近鉄バファローズとの球団合併に伴う分配ドラフトで同じ二塁手の水口英二が加わったが、二塁手と外野手の併用で再三ファインプレーを見せた。開幕戦では8回表に松坂大輔からチーム初打点となる敵地打を放ち、オリックスバファローズとしての初打点を記録。前半戦は3割を超える打率をキープし、規定打席に到達してチームトップの打率を記録。オールスターゲームにも出場し新人賞を受賞。東北楽天ゴールデンイーグルスとのカードではサヨナラ安打とセカンドライナーの候補で2日連続のヒーローインタビューも経験。また同年オフに一般女性と結婚し第一子が誕生していたことを明かしたぞ。おお、
大活躍した年に結婚したのか。しかもお子さんも誕生してよかったね。続いて水口英司、打率2割6分4厘、2本15打点を記録。守備力は高めで、その他の能力は平均的。いぶし銀やバントなど2番打者として活躍しそうな能力を持っているな。こちらも分配オフで契約、平野圭一、塩崎誠らとの併用で起用され、この年から二塁手だけでなく三塁手としても起用されるようになったぞ。ベテラン選手の人だね。2007年に引退を表明することになったな。続いて後藤光隆、成績は打率2割9分5厘、8本、42打点を記録。初めて100試合以上に出場し、規定打席には届かなかったものの打撃好調を維持。5月13日の対広島東洋カープ戦では延長10回裏に山田康弘からサヨナラ本塁打を放ち、オリックスバファローズとして初のサヨナラゲームとなったぞ。同年は球団合併により遊撃手である阿部正弘が加入してきたため、主に三塁手や指名打者での出場だった。ある程度の長打力と走力を持つことから、打線がなかなか固定できないチーム事情や対戦相手によって大きく打順を変える仰木彬監督の采配もあって、全打順でのスタメン出場を達成。打撃中心の活躍だったが規定打席到達とならず、それでもアピールには成功したな。翌年中村選手の故障とかあって出番が増えたんだよな。今シーズン結果を残せてよかったよ。続いて塩崎誠、成績は打率3割1分5厘、4本、25打点を記録。能力は全体的に平均より若干高め、ただしチャンスと送球が苦手という欠点がある。球団合併に伴う分配ドラフトにより引き続きオリックスと契約。旧近鉄バファローズより同じ内野手の阿部正弘が移籍してきたため、主に三塁手としてチーム最多の60試合、二塁手14試合、遊撃手23試合を守り、打率3割1分5厘を記録。もともとブルーウェーブで4番を務めたこともあり、さすがの活躍、チームに大きく貢献したな。塩崎さんも来年出場機会が増えたよな。まあ翌年のチームメイト怪我しすぎだけど。続いて阿部正弘、成績は打率2割8分1厘、2本、35打点を記録。能力はほぼ平均値、しかしエラーや送球2など守備面でのマイナス特殊能力があるな。仰木彬監督にレギュラーの座を与えられ、大学の先輩でもある新井博正一軍チーフ兼打撃コーチの指導もあって、規定打席不足ながら打率2割8分1厘を記録。来年は故障で離脱してしまうが、チームに貢献する形で今シーズンを終えたな。まだまだ若い選手だからね、これからの活躍にも期待ってところかな。続いて村松雄人、成績は打率2割4分7厘、0本、30打点を記録。走塁と守備面は高め、特殊能力も非常に多く、普通に使いやすい選手だな。2004年に選手分配ドラフトにより引き続きオリックスと契約。前年リーグ5位の打率3割2分から大きく下回ってしまったな。確か2004年にはアテネオリンピックに選出されてたよな。不調ってのは怖いな。続いて早川大輔、成績は打率2割8分2厘、1本、18打点を記録。走力は高いが、その他の能力は平均的で、満塁男がついているな。開幕戦で8回表に代打で出場し、松坂大輔から安打を放って出塁すると、オリックスバファローズとしての初盗塁、初得点を記録。近鉄との球団合併でライバルが増えたが、前年に続き打撃好調で、前半は3割を超える高打率を維持し、一気にレギュラーを獲得するかに思えのだが、5月からは一転して絶不調に陥り、後半は代走、守備要員に戻ってしまったぞ。前半は良かったんだけどね、なかなかうまくいかないものだな。続いて谷義朝、打率2割4分8厘、6本、36打点を記録。ミートとエラー回避は低めだが、左投手と盗塁に関しては赤得という査定になっているな。打順は主に1番と3番、守備位置はセンターで起用されるが、腰の怪我の影響もあり、規定打席には到達したが111試合の出場にとどまり、打率は規定打席到達の中では自己ワーストの2割4分8厘で、2000年以来5年ぶりに3割に届かず、盗塁においても盗塁数より盗塁士の方が上回ったぞ。なんか今のところいい成績残せてる選手がいないけど大丈夫か。続いて大西博明、成績は打率2割4分1厘、6本、36打点を記録。能力は平均的で3つの青得、悪くない特殊能力を持っているな。開幕戦で3番中堅として先発出場を果たすし、夏場までは好成績を残したが、終盤に不振に陥り、最終的に先ほどのような成績。後半不振に陥る選手が多かったということがなんとなくデータでわかるな。なんでだろうな、
シーズン後半にこんな成績が落ちてしまうとは、分かる人いたらぜひ教えてくれ。続いてガルシア、打率3割7厘、21本、60打点を記録。パワーがあり肩力も高い選手、外国人選手特有の三振を持っているな。2005年にオリックスバファローズに入団、合併球団の外国人選手第1号となったぞ。同時入団のクリフ・ブランボーと共に長打を期待されたが、5月まで本塁打が1本しか出ず、2分落ちを経験。しかし6月の再昇格後は一転、4番打者に定着し、チーム最多の21本塁打を放ったぞ。さらに8月10日、翌11日で1試合3本塁打を記録し、2試合連続1試合3本塁打の世界記録を達成。これが決め手となり、8月の月間 MVP を受賞し、シーズンオフの契約更改では交渉は難航したものの、最終的には年俸ダウンで和解し、チームに残留したぞ。ええ、年俸ダウンってマジなのか。うぬう、まあ1億超えていたからな。と言っても億もらってもいいくらいの活躍をしている気がするがな。続いてブランボー、成績は打率2割6分3厘、19本、57打点を記録。こちらもパワーが高く三振が存在。本当に外国人選手は三振つきまくってるな。開幕4番に抜擢されるも直後から不調が続いたが、交流戦の時期から徐々に調子を上げていくが、交流戦を過ぎると再度調子を落とし、最終的にこのような結果で終了。翌年も打撃不振に陥り、戦力外通告を受けてしまったぞ。戦力外通告か、成績のいい選手と悪い選手がはっきりしていたって感じだな。以上が2005年のオリックス査定の歴史だ。友澤さんどう思った？パワプロの能力は平均的な気がする。現実の結果もいい選手と悪い選手が両極端なイメージだな。後半に成績を落とす選手が増えてきたな。ロッテとソフトバンクの相性が悪かったのも原因があるのかもしれないな。もしかしてオリックスキラーが多かったのか。ということでまとめいくぞ。2005年のオリックスは4位、62勝70敗4分という結果で終了。パワプロ12決定版の楽天査定の差を見るとビビるから、ぜひそちらも見てくれ。いや、昔の査定も面白いものだな。俺もパワプロ10の査定を見ていこうかな。自分の登場作品や思い入れのある年の成績もしっかりと見てくれ。結構面白いと思うぞ。ああ、じゃあしっかりと見ていくぞ。ということで今回はこの辺で。さよならだ。